藤本,藤本鉄石、藤本鉄石、藤本鉄石、文化十三年三月十七日、千八百十六年四月十四日、文休三年九月二十五日、千八百六十三年十一月六日、は、幕末の詩詩、書画家、忌み名はまが通称を、学知、新之助、千代公家、鉄石、鉄管氏、木尾男氏、柳官邸民、海月郎氏、 鳥菊老人、ともん売りなおきななど、多数の豪がある。岡山藩を脱藩し、諸国を有力して、諸画や文学を学ぶ。京都で絵師として、なおなし、尊上波浪人と交わり死死活動を行った。大和行幸の先駆けとなるべく、大和国で挙兵して天中組を結成し、吉村小太郎、松本慶道と共に天中組三総裁の一人となる。その後、 幕府軍の討伐を受けて天中組は壊滅し、藤本も戦死した。美前国王の軍東川原村、岡山県岡山市中区の片山佐吉の四、男として、文化十三年、1816年3月17日に生まれる。後に、藩士、藤本彦右衛門の養子となり、農事係、手代を務めていたが、天保十一年、1840年に脱藩して、 京都へ出る。この頃、伊東家地区について、画を学ぶ。その後、売り書、売り画を続けて、諸国を遊歴して、書、画、和歌、漢詩の修行をした。画は初じめ北州画風であったが、後に、南州画に展示山水が、課長画が最も巧みだった。また、長沼流軍学を治め、剣術は一刀身流の免許を得ている。少年時代に鉄石に接した。 清川八郎や山岡哲秀は彼の影響を大いに受けた。京都伏見に京定め私塾を開いて学問と武芸を教授した。黒船来航以来の国難の中で藤本も公害の志を持ち清川八郎を介して尊上橋師たちと交わりを持つようになる。文久二年、1862年、薩摩藩国府島津久光が 立兵上京することになり、世間はこれを倒幕のための上落だと介して、平野国を見、清川八郎、吉村小太郎らは上方に老子を集めて、有馬新七ら薩摩藩士の過激派と結託して、挙兵を策した、伏見義居。藤本もこの動きに加わる。だが、島津久光の真意は、後部合体であり、藤本は薩摩藩邸に軟禁され、 ほどなく挙兵計画から離脱して去っている。結局、寺田屋事件で、薩摩藩士の過激派は粛清され、平野、吉村らも捕らえられて国元へ送還された。文久3年、1863年2月、京都市五職、松平片森は朝廷に、老子の言論道改策を、直裁を得て、京都市中に布告した。ただし、これには、 黒谷の藍津藩本人に出頭する必要があり、王子太郎氏は三人しかいなかったが、そのうちの一人が藤本だった。片森に奉公を願い出た、老子十五人を記した藍津藩の記録の、京型老人別に、老子党として、藤本の名が見える。この時の藤本の真意は不明である。同年八月十三日に、公明天皇の山戸行行の御事乗りが発せられると、 藤本は吉村小太郎、土佐脱藩、松本慶道、刈谷脱藩と共に行行の先駆けとして山和国で挙兵することを計画。藤本は挙兵の軍資金調達のために河内へ先行した。十四日に吉村は全自中、中山忠光を迎えて、老子十九人が奉公寺に結集して京都を出立。一行は路に入り、へ進んで、 狭山藩から重機武具を差し出させた。17日に一行は河内日野清山関神寺に投留し、ここへ藤本が合流。老子たちは後に天中組と称されるようになる。天中組は大和国五条天領へ入り、大官所を襲撃して炎上させ、大官鈴木正信、現内の首を跳ねて挙兵した。天中組は桜井寺に本陣を定め、自らを ご政府と称し、中山忠光を、首相、藤本、松本、吉村を総裁とする職制を定めた。だが、直後の18日になって8月18日の政変が起きて政情は一変。三条耳ら上位白行は失脚し、長州藩は京都からの撤退を余儀なくされた。大和行行の御事則りは、偽直とされ中止となった。突然、 孤立無縁となった、天中組は、要害の天の辻に本陣を移し、十津川合氏を母兵して千人を集めた。二十六日に、高取城を攻撃するが敗北し、この戦いで、吉村は重傷を負ってしまう。九月、周辺諸藩が討伐に動員され、天中組は前線する者の,の大勢に、無勢の上に装備も貧弱で、次第に追い詰められた。藤本は、 紀州新宮へ突破して、四国九州へ逃れ再挙することをサックスが叶わず、ついには、戸塚川豪志たちも離反し、天中組は、実質的な戦闘力を失った。天中組残党は、山中の南路を進んで脱出を試みる。三総裁のうち吉村は、傷が悪化して、歩行困難となり、脱落。もう一人の松本は負傷して、失明状態になっていた。 二十四日、藤本ら天中組残党は、和尾峠を経た和紙や口、奈良県東吉野村で、奇州、彦根藩兵と遭遇。藤本は、敵中突破に成功したが、逃げ延びるのを潔しとせず、翌二十五日、彼の弟子、福浦米吉と共に、再び敵陣まで引き返し、奇州藩本陣に、猛烈な切り込みをかけた。不意をつかれた奇州藩軍は、 混乱に陥ったが、所詮大勢に無勢であり壮絶な討ち死にを遂げた。去年48、自勢の区は、だった。首相の中山は脱出するが、松本は自陣し、他の者たちもほとんどが戦死するか捕獲され、天中組は壊滅した。吉村も27日に津半平に発見され射殺されている。彼が十部屋手に書いた手紙は、 小判や掛け軸の再した絵を描いて、欲しい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 と援助の依頼を楽しく描いていて、ユーモアに溢れていて、彼の人柄を思わせる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。